岩石城とは、福岡県田川郡添田町添田にあった、日本の城である。標高454メートルの岩石山山頂を、主角とした山城であった。平野清盛が、太宰大二であった頃、1158年に、大場影地下に築かせた、と伝わる。遥かの地には、子孫である大場氏が城主として、数代支配することになる。標高はさほどではないにせよ。 山岳主原道の修行場であった山に作られており、武前一の県城、南高不落という評判もあった道場ではあるが、追記以降、菊池市、大友市、大内市、秋月市、と臣秀吉の各大名に攻め落とされ、貴族の変更を繰り返しながら、重要な城として存続する歴史を繰り返す。秀吉の九州征伐以降は、小倉城の付城として存続し、 毛利勝信や細川・忠興らに支配されるが、江戸時代初期の1615年の現名の一国一条例により、廃城となった。1991年には3627億5000万円の費用をかけて、模擬天守が建築された。模擬天守の一階は美術館となっており、入館料は無料。ただし、本来の岩石場とは無関係であり、城石のメインとなる以降は、 背後の山にあり、石垣や堀が残る。四角近辺からは、地域一体を俯瞰することができ、道場がやはり重要な拠点であったことが推測される。ありがとうございます。